はい、どうも、メヘロさんです。おはようございます。昨日もライブ配信ありがとうございます。えー、まあ仕事行きますと。その前に一本ニュース、えー。富士通が早期希望退職者を募集して費用200億円計上も、えー、人数非公表ということで、えー、朝日新聞から出ておりますというところですね。はい。まああのー、1000万積みましてやるんであれば2000人。えー、2000万積みますなら1000人。まあ間取って1500人ぐらいですかとあ。まあこの辺はまあ妄想になりますねと。 とところですねはいえー、とまあ、一応、転職支援をする、独自制度セルフプロデュース支援制度をやって、えー、まあ、やりますせというところでございます。で、まあ、あの事業の再編、関係会社の統合などで関節部門に余剰が生まれていたというというところですね。とというところでまああの それはあれですよ。先日の、あの、某電気会社のお父さんみたいにほっぽり出されるよりかマシですけども、いやいや、あの、やっぱ1 0人単位で、え、関節部門の人が、転職市場に掘り出されるということですから、まあ、あの、少ないパイの奪い合いみたいな形になるのは、まあ、間違いなくてですね。え、で、まあ、高齢層のお転職っていうのは、やっぱり、まあ、厳しいもんでございますから、そういうところは、やっぱり自分ごととして、あの、捉えているところでございますね、というところですね、ま。あ まあ、あの、何度も言ってますけども、えー、まあ、あの、企業にどっぷりいてですね、あの、老後手前まで面倒見てもらうということはなかなか難しくなってきた時代ですから、まあ、あの、全部、両足、両手両足使ってる状態じゃなくて、まあ、片足入れといて、まあ、あの、転職、まあ、副業、えー、独立、この辺のところも頭に入れながらね、やっていかないといけない時代になってきてるんだと思います。はい。うニュースって苦手 ニュースなんですけども、まあ、もっとひどいニュースとかを見てるがゆえにです、ね、あまだ一応、積み増してくれるし、ましかなって思ってるおじさんも、もうちょっと感覚、麻痺してるんだと思うんですけども。はい 今一度、その自分の使えるものをですね、あの、まあ自分の使える武器を再確認して、ええー、まあ見直す。まあまあ、そういう意味でセルフプロデュース支援制度っていうのはまあまあ、本当に言い得て妙なんですけども、えー、そういったところでですね、えー、何かしらあ言うたら自分で、えー、武器を整えてですね、えー、やっていく。まあ資格が必要であれば資格を取る。ええー、実まあ資格よりもおじさんは実務経験だと思うんですけども、まあでも、あのー、 やっぱりまあ、関節部門にね、あのバン,バンこう人を取るっていうところって結構少ないですから、えー、少ないパイの運売会になるのは間違いないと思います。で、他方で、あのー、そういうなんていうんですかね、関節部門とかって、いやいや、意外と結構大事な心臓部だったりするんですよ。営業はどれだけ頑張って取ってきても、結局、後ろのその、えー、まあ、この場合は多分バックエンドではないんかな、関節部門やから。えー あのまあ、でも、次、関節部門を切ると、次は、その、えー、大体、まああですかね、システム周りを切るとか、ああいうところになったりするんで、でそういうところはあのきちんとしておかないとですね、あの、まあのまどこぞのシステム不具合みたいな形で、あの止まった時に誰も対応できる人いませんとかっていう形になるんで、あの えー、あまりスリムにしすぎるとですね、本当に大事なキーマンとかをあの間違えて切っちゃってる可能性もあるんで、 そこのところの、あの、あんですよね。えー、は、あの、きちんとしておかないと、また、あどこぞであ、大きな失敗をする可能性もあるので、あるいはそのお、より高いところにジャンプするにあたって、そういう人たちが力を発揮するというか、その人たちがいないと、何ともならないっていうこともあったりするので、えー、その辺はですね、まあ、いろいろ見極めていかんとおいけないんじゃないのかな、というふうに思うところでございます。以上です。